会室の外から聞こえてきたのはニュージーンズの声。サナの分かりやすい反応からニュージーンズへの気持ちが分かります。はっきり言葉にする場面がこちら。1년차로후배들이많이생겼는데친해지고싶은후배가있다면누구인가요라고ニュージーンズ大好きのようですね。サナだけではなく辞書も可愛いと言っていることから、トワイスの中でもニュージーンズは愛されているようです。歌番組で共演した時の様子からメンバー全員がニュージーンズにメロメロなのが伝わってきます。後輩たちの受賞を祝福しながら大好きが溢れています。大先輩からの祝福に恐縮しながらも喜ぶニュージーンズも可愛いですよね。そんなトワイスとニュージーンズ、2つのグループを意外な人が意外な形でつなげます。トワイスにとって父親のような人が番組内でダンスチャレンジに挑戦。ご覧ください。ここまで社長をいじり倒せるトワイス、信頼と愛情があってこそできることですよね。所属事務所によってアーティストとの関係性は様々です。アーティストのことを第一に考えて共に歩んでくれる事務所だと安心ですよね。これからもこの先もトワイスとニュージーンズの活動がたくさんの愛に恵まれ、健康と笑顔いっぱい続きますように。